どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、頭の骨は血縁の濃い方々でというテーマでお話をさせていただきます。はい、これね、現役の火葬場職員さんすごく参考になると思います。こんな質問が来ました。この方はですね、部分収骨の地域です。まあ全収骨でもね、あんまり関係ないというか、どちらでも参考になる話だろうなと思うんですけど、その部分収骨というのは一応亡くなった方の、お骨、まあ部分ね、足の指からこう部分部分を収めて、で、お疲れ様でしたで連れて帰る。だから骨壺ちょっとちっちゃめですっていうような感じの地域の方なんですけれども、過去に3度ほど、火葬場赴いたことがありますと。でその中で今回なんか初めての出来事があったと。それ何かというと、で亡くなった方のお骨上げの時に最後、そこはですね、体を収めていって、で最終的に喉仏さんね、ポンって収めます。で最後に頭の骨、頭頂骨ですよね、でこう蓋をするみたいな、そういうとこだと思うんですよ。喉仏のあれについても、その喉仏だけ専用の骨壺をね、用意する地域とかもあるから、その地域の方はんってこう思うかもしれませんけれども、そういうのあるんですよ。一つの骨壺でっていうとこね。で最後頭 の, 骨で、頭頂骨で蓋するような感じでこう何枚かね、こうやって、で骨壺の蓋を閉めて、でお疲れ様でしたのパターンのやつの時の、その頭の骨の時ね、はい、これ最後、頭の骨で蓋する時って、当然その物質的な量ってあるじゃないですか。ってなったら参列者さんが例えば多かったりしたら、みんなで最後頭の、ね、骨じゃあ納めましょう、お骨を納めましょうっていうのは、これは物理的に不可能なわけですよ。その中のどなたか何名かにやってもらうっていう感じになりますよね、最後ね。お骨上げだってね、なんか数名の時もあれば、なんか十数人の時もあれば、30名ぐらいの時もあれば、なんか40名50名の時もあるんですよね。っていう風になってくると、当然その中でじゃあ一部の方にやってもらおうと最後になりますよね。でその時に初めて、血縁の濃い方々でお願いしますと言われたと。でこれってなんかそういう風習とかってあるんですか、なんか初めて言われたんで、なんか実際どうなのかなと思って質問させていただきましたと。はい、でちなみに下駄さんの時はどんな感じで言ってましたかっていうような、そんな質問でした。はい、要は最終的に、参列者さんの中の、数少なければ全然生きるんですけど、参列者の中の、一部の方に、この頭の骨を納めてもらう時ね、はい、どういうふうな言い回し方するか、僕の場合はでは近しい方でお願いしますって僕は言ってました、はい、近しい方どうですか。これふわーっとしてるでしょふわーってね、近しい方って何みたいなね、思うでしょ。でこれは一つでやっぱ考えがあって、でこの方ですね、その血縁の濃い方々でお願いしますとその時のね、火葬職員さんに言われて、と思って、でも亡くなった方のですね、そのお孫さんがおられてね、でものすごいもう大好きでみたいな、そんな感じだったから、血縁の濃い方々って言われたけど、でもお孫さんも参加してもらったと、はい、で一緒に最後しましたっていうような話なんですよ。だからこの言葉っていうか、火葬場職員さんのですね、話す内容ってね、めちゃくちゃ重みあるんですよ、火葬場職員さんこれ皆さんというか火葬場職員さんに言ってますけど、本当になんかちょっと言ったことがですね、遺族さんにとっては結構大きなことだったりします。でそれが例えばこの血縁の濃い方々でってやつ、はい、これね、ちょっと危険なんですよ。今言ったみたいなこともそうですけれども、火葬場で働く人ってね、その遺族さん、参列者さんと、もうほぼほぼ初めて会ってお骨上げしますってやってるんですよ。ということは火葬場職員さんって参列者さんね、その遺族さんたちの内情とか全く知らないんですよ、基本的には。葬儀屋さんは分かります、はい、僕葬儀屋さんの時に病院に行って、なんかいろいろ話して、で会館行って、次の日に何かやって、お通夜もやって、お葬式もやって、火葬場も一緒について行ってとか言って、でその頃にはですね、ある程度ね、いや個人亡くなった個人こんな感じの人でとか、あそうなんですねとか言って、なんだったらちょっとお互い冗談言い合ってね、はっはっはぐらい のそれぐらいの関係性にもやっぱこう持っていくわけですよ、その数日ですけどもね。でたった数日だから別に遺族さんのこと全部分かりますとかではないんだけれども、ただやっぱり数日であってもですね、ある程度接していくとなんとなくこう分かってくるところってあるんですよ。なんだけど火葬場職員さんそうじゃないですよね、全然分かんないですよね、遺族さんの関係性とか全く分かんないですよね。ってなった時にあんまり限定的な言葉を言うとちょっと危ないことあるよっていうのはこれは言っておきたいんですよ。だから僕はふわーっと、では近しい方どうぞって言ってたんですよ、はい、
ここポイントなんですよね。例えば亡くなった人のですね、その、まあ、いわゆる血縁の濃い方々が、実はその人たちが問題児かもしれない。わかんないですよ、もしかしたら他の人たちはすごいあれなんだけどみたいな、いやもう本当もうこの人たちみたいな感じとか、なんかすごいいがみ合ってるとかあるかもしれないじゃないですかね。じゃあ例えばそれでは喪主様どうぞとか言ったとしても、その喪主さんいたとしても、その喪主さんとまたちょっと違う勢力のとかなんかのかわかんないですけど、なんかそういう感じだなとか思ったら、あでは皆さんの中で代表の方々お願いしますみたいな言い方するとか、はい、いう風な感じで、とにかく角が立たないようにやるっていうのは結構重要なところだと僕は思っているので、まあ、だからそういう意味では、まあ、血縁の方々って限定するっていうのはあんま意味ないし、別に全国の火葬場でですね絶対そうする、それがルールだとかでは別にないです。まあ、基本ね、なんとなくその、まあ、個人さんと親しかった方、とかがじゃあ最後にやりましょうみたいな、なんかそういうふわっとしたような感じなんですよ。まあ、だからそれを血縁とか、まあ、なんか 第二神道のとか、そういうふうに限定しちゃうと、やっぱ遺族さんの背景というかその関係性全然わからない状態でやるんで、まあ、ちょっと危険なので、もうちょっとふわっとさせた方がいいですよっていうふうにはすごく思います。まあ、でもこれもね、火葬場で働いてたらなかなかねそこまでパッて気づくって難しいんですよ。例えばこの動画を見てるご覧のね皆さんがですね、火葬場で働きました、でその時にマニュアルで、で最後に血縁の方々でお願いしますっていう風にね言うようにマニュアル書いてたら、多分ほとんど9割方の皆さんですね、それでは血縁の濃い方々皆さんよろしくお願いしますって多分言っちゃいますよ、はい、言っちゃいますそれはね、はい。まあ、ただ最終まあ、その中でもねなんかすごい天才がいて、いやこれはおかしいんじゃないかみたいな、もう働く前から火葬場の雰囲気とかなんとか予測してやっちゃうぐらいの天才もいると思いますけども、まあ稀です、はい、もうまあ稀です、皆さんやっぱりそういう風になります。まあ、でも働いていく中でね、あれってこうやっぱりどっかでね疑問に感じるっていうのはすごく大事なことなので、もしかしたらその火葬場職員さん、質問者さんのお小遣い担当した方もですね、そのお孫さんとかも参加してるのを見て、あちょっと違うなっていうふうにもしかしたらご自身で感じられたかもしれません、もしかしたらね、はい。言葉遣いとかこれ本当チョイスなんですよ、これ働かないと本当分かんないです。このね話をすると、いやそうだよねって皆さん多分思うと思うんですけど、正直ここに至るまではですねそれなりに働かないとなかなかこう気づけないところだなと、僕天才じゃないのでね、はい、というふうにすごく思います。だから別に質問者さんがねされたことも何も悪いことも何もない、すごく普通のことなんで、むしろお孫さんよかったねと、はい、僕はすごく思います。ということで本日は、頭のお骨は血縁の濃い方々でということでお話をさせていただきました。ではまた。